今月引っ越します。今何芯を出してること。芯を出してる。240.5。助っ人急遽ね。今こんな感じです。はいはい、はい、ただいま9時34分です。おはようございます。おはようございます。はい、今日もね、ガレージに来ております。はい、今日は雨です。雨なんですけど、はい、やっぱ軒がね、出てるので、確かに結構雨が遠いです。はい、雨が遠い雨が遠いです、はい、で、今ね、このガレージなんですけど、僕らはあのハイエースとね、プロボックスとキャンピングカーっていう3台の車をね、持ってるんですけれども、その車と一緒にね、生活するためのガレージということで、このハウスガレージをね、今建設中です。はい、前回の動画で空調問題みたいな動画を出させていただいて、断熱をやりました。そうです。はい、若干確かに中がね、すごい暖かくなってるような気がしますね。そう、暖かいです、うん、このね、作業が終わった後にやってる作業というのが、石膏ボード張りというやつですね。はい、ちょっとね、昨日、一昨日もう2日ぐらいやってるんですけど、ちょっとそれを今成果をお見せします。はい、はい、で、石膏ボードとは何かと申しますと、私たちこの壁、今後ね、あのいろいろペンキ塗ったり漆喰塗ったりしていく予定なんですけど、それの元のボードです。はい、では今、洗面所に来ました。すごい声が響いてると思うんですけど、ここ実は天井がめちゃめちゃ高くて、こんな感じです。天窓が上についてて、もう屋根まで吹き抜けの洗面台です。洗面台の屋根まで吹き抜けの洗面室まあ最初なんで大工さんとちょっと一緒に貼らせてもらいました。石膏ボードを貼るとすごい部屋感がね、確かにあの前よりやっぱり分かるようになったので、こっちに袋が、そう、ここにね、袋あります。もうなんか部屋になったね。部屋になりました。はい、で、ここがさっき言ったところの隣のトイレなんですけど、あのさっきやっぱ天窓があったのですごい明るかったんですけど、急に暗くなりました。で、ここのトイレは昨日1日で、1日半日ぐらいで私たちだけで張りました。で、あと昨日やったところでもう一個、ここね、こっち側にあのキャンピングカーを止める予定なんですよ。で、キャンピングカーを寝室として使うっていうコンセプトのガレージなので、毎日車中泊できるっていうのが売り、毎日車中泊ね、そう、っていうのが売りなんですけど、でそこに続くドアがここにはまります。で、こっち側がなんで、まあ踊り場っていうかみたいなところなんですけど、ここも貼りました。ということで、私たちがやった石膏ボード貼りは2日間で以上になります。そんな感じでね、今あの駐車スペースに戻ってきたんですけど、はい、2日間でちっちゃい個室2つできたっていう2つ3つ、ね、玄関ホールに入れると ね、そう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 、うん、はい、ということで、このままだと終わらないので、残り貼らないといけないところ結構あるんですけど、はい、これ後ろ見えてるとこ全部と、うん、あと後ろ見えてるとこ全部ですね。そう、あと、はい、断熱材見えてるところは全部、全部。そう今月、もう4月入ってるんですけど、はい、今月引っ越します。そうなんですよ、はい、なんで、あの頑張らないといけないですね。はい、頑張らないといけないです、はい、で、まあ、ちょっとね、これからすぐ作業に移りたいんですけど、ちょっとね、うん、今雨強くなってきたんですけど、軒にね、行ってみようと思います。はい、なかなかね、雨の日に作業することもないです。ないないない。今ね、軒の下まで来ました。はい、でね、こう見上げると、この軒が出てますね。今後なので DIY も雨の日でもできます、はい、そうだね。以上、はい、軒でした。はい、はい、今ね、10時6分です。これから作業入ります。ではまず印をつけて寸法を測ります。あの家はだいたい柱があるらしいんですけど、この家はだいたいそれあるでしょ、柱ぐらい柱があるんですけど、この柱の真ん中と真ん中でついていくみたいなイメージなので、ここがね、12センチなので、一旦この6センチに印をつけて真ん中を測ります。今何芯を出してるってこと。芯を出してる。ちゃんと今芯が書かれてますね。で、あとは寸法を測ります。ここから39.8。はい、大きく今回は四角く長く細く取るんですけど、ここに実はコンセントで開けなきゃいけない穴があります。で、最後にこれを測ります。280と、こんな感じで、このコンセントの位置じゃなくて、コンセントが基準になるところからどれくらいの長さにあるのかっていうのを測りました。はい、これね、今嫁からバトンを受け取りましたんで、
はい、準備万端です。240.5 ここ。はい。だからね、これ90度の定規ですね。はい、次横の幅もカットするための印をつけます。結構ね、やっぱね、あの DIY で買ってよかったのがこのね、差し金ですね。差し金ここに合わせて線を引くと。はい。でね、今回使う丸ノコがこういうね、管がついてるやつですね。あの結構石膏ボードって切るとあの粉が舞うんで、その粉をね、吸いながらやります。次はね、横にね、裂いて幅をね、短くしたいと思います。で、その時に使うのがこのね、幅定規というやつです。これをつけて、ほっ、はい、裂きました。こっちも出しますと。はい、前を当てて下に下げるっていう作業。はい、今ね、こんな感じで切れました。丸ノコで刃を入れて、でこっち側もね、入れたんですけど、こっち側に関してはちょっとね、えぐるぐらいです。抜けた。はい、抜けました。こんな感じでね。ということで、さっきの壁に戻ってきました。これが切ったやつですね、石膏ボード。上の天井に、今ちょっと見えてないですけど、上に合わせるので、ゆっくんが下から持ち上げて私が止めるんですけど、今回使うのがこちらのピスーチキという、これも大工さんにお借りした道具です。これはあのエアーの力で、コンプレッサーにつながってて、エアーの力でピスをぶっ刺すっていうぶっ刺すってやつです。いいよ、ぴったりだね。ぴったりです、うん。かっこいいよ、香り。ありがとう。うん。で、最後にこういうちょっとビスが出ちゃってるところがあるので、そういうところはあの塗装の時に邪魔になるので、ちょっと入れます。こんぐらい。なんか上手くなってね。なんかインパクトも上手くなってんだけど。これで貼れました。あとはここにね、隙間がまだ、そうだね、木の隙間がまだちょっとありますね。板が見えると思うんですけど、ここと、はい、ここね、うん、あるので、ここを埋めたら、はい、この辺は完成です。終わりね、踊り場は。はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、今ね、11時20分です。全然おはようじゃないけどね。そうだね、次の日です。はい、次の日です、はい、もう、昨日は一応ここまで終わらしまして、はい、洗面所、トイレ、はい、玄関周りが終わってるという状況なんですけど、はい、あちら側を見るとまだたくさんあります。こっち、ね、こっち見るとね、奥の方とか全然いっぱい、はい、はい、ということで、今日はね、まあ、キッチンやりたいね。なかなかね、やっぱね、大変ですよ、ボード張りは。はい、あの本当にこれ終わらせないとさすがに引っ越せないって、はい、今日はちょっとね、助っ人を急遽ね、呼びまして、はい、呼んでおります。はい、タッキーでーす。はい、はい、ということで、来ていただきました、セブンズチャンネルのタッキーさんです。はい、よろしくお願いします。あのタッキーはハイエースの内装屋さんの営業さんなんですけど、 YouTube ですごい DIY とかカスタムとかやってて、めちゃめちゃ手先が器用で、すごいです。何でもできちゃう、何でもできるんで、何でもできちゃうタッキーなので、、はい、今回はちょっとそのお力を借りようと思います、はい。今11時過ぎなんですけど、これまで何してたかと言いますと、セブンズチャンネルさんの方で撮影をしてまして、ちょっとね、タッキーにハイエースのお悩みをね、僕らが抱えてる悩みを相談聞いてもらってですね、あの解決してもらったというね、あの動画、あの、はい、セブンチャンネルさんの方で上がってますので、よかったらね、そのこの動画と合わせてご覧ください。コラボ動画になります。お願いします。じゃあやってみますか、うん、はい、もうね、行きましょう。もうね、はい、容量は昨日と同じなので、はい、3人で協力して、はい、そうだね。そう、はい、今ね、嫁がタッキーとセンタッキーと一緒に息を合わせてですね、セのところに墨付けをしてます。
はい、今12時33分です。はい、はい、あそこをね、1枚貼り終わりました。はい、ということでこれをなんでここ 1,2,3,4,5,6,7 7セットやればキッチンスペースは終わりますから。そうだね。はい、今ね15時48分です。はい、ね、3人で力を合わせまして、お昼食べてから何時間ぐらいやった？ 2,3 時間やったんですけど、こっち側の壁は全部終わりました。はい、なんでこっち側は何にも終わってません。3人だとなかなか効率よく回せなくて、休み時間がおのおの増えてそう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 いう感じでした、はい、さっきはこの時岐阜に帰らなきゃいけないので、今日はこの辺で、急遽ね、セブンズチャンネルのタッキーさんにね来てもらって助かりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今ね17時30分です。はい、はい、先ほどまでねタッキーがいたりですとか、あとあの大工さんとかもねいたんですけど、もうね誰もいないです。誰もいないです、はい、寂しいです、ね、雨が降りしきって。そうだね。はい、で一応ね今日の成果なんですけど、はい、横の壁一面、はい、それから、こっちのね壁1個、はい、ボード張りが私たち的には今までの中で一番難易度高いです。いや高いねこれね。さっき計算したんですけど多分あと10日ぐらいかかる気がします。そうだね。ということで苦肉の策でちょっと助っ人をねさらに呼びたいなとはい、終わらせたいと思います。はい、なんで今日はこれで終わります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、ただいまこの前から次の日の7時半です。はい、今日はあの1日ちょっと打ち合わせがあったので、はい、ここには来れなかったんですけど、あのあとね、はい、強力な助っ人、あのまあ大工さんにお願いしましてということで今こんな感じです。はい、はい、ぐるーって感じで、ぐるー、こういうなんか旅動画あるよねあるあるある。こういうなんか世界一周してますよみたいなさ。はい、はい、ということで、はい、お分かりの通り、はい、全て終わってました。終わりました。すごすぎない？もう大工さんやばい。今回ハーフビルドで良かった点は、うん、大工さんが本当にすごいっていうのを今までも思ってたんですけど、うん、より改めて節々に思うっていう。確かに確かに。このね今見えてるかな、このね上のね梁があるんですけど、うん、これね太鼓張りっていう丸太に近い梁なんですよ。そこを石膏ボードでこう切ってはめてるんですよ、うん、全部。もう全くどうやってやったのか分からないそうだね。キッチンの方ちょっとね、あの多分最後僕らがやってたのキッチンだと思うんですけど、ここもねとっても綺麗にやっていただいてます。めちゃくちゃ綺麗だね。こっちリビングの方、リビングの方もう全部貼られてますよ。こんなね、なんかこうやって見ると、うん、あここにつくんだって思うね。確かに、なんか一番今までの中で変わったなっていう気持ちになったかも。部屋になったなっていう。あ、こっちからの見た目めっちゃすごい。全然違う、うん、上の針がすごい目立つ、前より。あ、本当だね。ね、なんかこうなってる感じがすごいわかる、うん、確かに確かに。すごい、もうなんか廊下というかね、こう通路感がすごい。そうだね。じゃあここハイエース入るわけでしょ。ここに入ります。入ります。はい、はい、おお、廊下、廊下がすごいね。廊下だよ、ここ。あ、廊下感すごいね。廊下感すごい。見て、ここ壁ついた。で、そしてここがなんか謎の収納ということで部屋になりました。正直あの1日目は無理だと思いました。結構どうしようって感じだったんですけど、強力な助っ人タッキーと大工さん、はい、のおかげにより終わりました。今ね部屋になりました。はい、なんか心なしかあったかい。あったかいし、あとねあの声がすごい響く。声響くね、響く。確かにそうだね、前よりめちゃくちゃ響く。はい、もうね結構終盤ですね、そろそろ。そうだ、ね、引っ越しまでも。でもこれだったら住めない。これだったら住める。これ住めるよね。そう、もうね、あとここのねガレージの扉とかできちゃったらもう空間にね、うん、バッチリなんで。そう、今回あの塗るのは引っ越してから塗るので、そうそうそう、壁はこのままになります。そうですね、このまま引っ越しになるんで、はい、動画もね結構撮りやすくなるよ。ちょっと待って、やばいよ、そこ見て。え、おお、月月見える。月見えます。月見えました。天窓からね月が見えます。うわー、感動。結構感動じゃない？それはやばい
ということでガレージ完成まで引き続きお楽しみください。お願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひぜひよろしくお願いします。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録&インスタグラムチェックもお願いします。では、また。